これ今日の学級集団づくり非常に重要なキーワードになります、えー、そこにいたメンバーが同じぐらい喋るっていうことですよろしくお願いします <laughs> 皆さんねアクティブラーニングアクティブラーニングで、まあ、次の指導要領に向かって、まあ、そういったことをやっていこうということなんですけどもアクティブラーニングが日常化したらそれが当たり前になったら学校はどのようになるでしょうか小学校だったら、まあ、もう日常的に始まってますけどもこんな感じでねえっ、ー、と 発問が終わった後に、ちょっと二人で意見を交換したりですね、ちょっと私のやり方を聞いてとか、私こんなふうにやったのとかって説明をし合ったり、グループでこう課題が与えられて、えー、ちょっとここ、どう思うとかって言って課題を解決したり、またはファシリテーションの、ね、技能を使いながら、子どもたちが話し合って、何らかの課題を解決していくなんていうようなことが、まあ、日常的になっていくと思うんですね。まあ、大抵、日本全国見ると、二つの態度があるかなって。 一つはアクティブラーニングは今まで先生方がやってたんだから変わりませんよ今まで通りやってくださいっていう指導でもう一つはですね国を挙げての大改革です根本から見直しましょう授業っていう皆さんどっちの立場ですかねまたは皆さんの自治体の指導層の方々はどのように発信されている、ね、なぜアクティブラーニングかということをやっぱ考えていくっていうことが必要だと思いますですので今日はちょっとそこら辺から迫っていきたいと思いますいずれ学級集団作りやですね えとクラス会議ににだだんだんこう触れてていいく話になっていきますまず先生方、えー、小学校の頃からいやもっと前から一生懸命勉強してきたと思うんですけどその学力使える学力ですかどうですか他者と、えー、共同したり対話したりする中で、えーそのえー、最適解を見つけていくっていうそういった力だっていうことです、えー、何回グループ学習入れました何回ペア学習入れましたっていうとはいこれでアクティブラーニングですみたいなことを言うえ違うんですよね そのグループ学習やペア学習を入れ込むことがアクティブ・ラーニングではないということです。共同的問題解決能力つまり力を合わせて問題を解決する力です仲間っていうか他者と協力して問題を解決する力っていうのがこれから ととててても大事になっっままいりますよってことで一人の方がずっと喋ってるでしょずっと喋ってて相手がうーんって聞いてるだけだとその方がよほど心ここのできたカ,あのカウンセラー気質の方でない限りですね大抵その2人の関係は破綻しますそうではなくて両方が同じくらい喋るのが大事なんですするとどうでしょうね授業の中である一部の子たちがずっとろうと喋ってるあとの子たちがずっとノートを取ってうなずいている当然やる気を奪うと思いませんかこういう構造が そういった事業構造私たちがわりとその、えー、とそしかもベテラン層の教師が当たり前だと思っている事業スタイルを変えていかなきゃいけないということですそうしないとアクティブラーニングになっていかないでアドラ理学には、えー、と治療のですねまた治療や教育の明確な目的がありますそれは何かというとこの共同体感覚っていうのを言われるんですね子どもさんたちがね、まあ、その社会でうまくやっていくための一つのバロメーターになっているのが共同体感覚だよって言ってる だからいい褒めるだからここら辺がほらアドラ理学の言う褒めるな、叱るなってところになりませんか、うん、つまりいい悪いで価値判断するんじゃないよ簡単にってただただ喜んでいればいいんです子どものやったことにしてへえ嬉しいなーっていうよく教師は感情労働者って言いますよねどうですか子どものやってること良いことにどれぐらい一日喜んでますか昨日どれぐらい喜びましたいや嬉しいなー <laughs> 隣の方に喜んでみましょうどうぞ。 えと信頼関係を築きながらですねクラスのルールを決めそして困っている仲間を助けていって生活害者問題の解決をしていくっていう、まあ、そういうことなんですねで課題を解決してさらに信頼関係を高めていこうということなんですがあの実はねクラス会議って、えー、と私が一番感じている課題はですねエビデンスの問題ですあの要するにクラス会議って、まあ、こういうふうなことは言われているけど効果あるのっていう。 で私の研究では、あの学級生活の、つまり子どもの適応度が上がるってことは、これはもうあの、えー、効果があるっていうのは分かってきました、でもね、もう一つ残された問題は、共同体感覚は本当に上がるのかって話です教室実践レベルで子どもの幸せっていうものを本気で考える時代がもう来てるんじゃないかなってことです。 だけど、これからの子供さんたちはね、ひょっとしたら、給料をもらえない、ひょっとしたら170万とか200万とか、そういった年収で生きていかなきゃいけない人生を選択しなきゃいけない中で、何がリソースなのかって言ったら、経済的資本よりも社会的資本、つまり仲間でしょ。仲間を、えー、作る力をつけてやるってことが、義務教育でとても大事なんじゃありませんか。ぜひ、学力とともに、まあでも私の考えでは、仲間を作る力も学力だと思ってます。生きる力ですから。 まあそういった今日は提案をさせていただきました。